はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばです。これが今日の最後の配信になります。はい、えー、今日もね、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございます。えー、みーちゃん連れてくことにしました。やっぱりちょっと病院ね。えー、まあ、おじいちゃん先生のところに行こうと思います。混んでるところだと、ちょっとやっぱりね、死刑が怖いんで、やっぱり空いてるところにね、えー、ちょっと行きたいと思います。 はい。まあ、おじいちゃんもね、あのおじいちゃん先生も食べちゃってるんですけども、かなり時間が経ってるんで、えー、抜けてるんじゃないかと思います。今日ちょっとね、下耳にこれから行ってこようと思います。はい。えー、まあ、そんな感じでございます。やっぱり連れてきます。はい。えっ、ー、とですね、えー、何と言うかかんと言うか。はい。えー、やられてます。アメちゃんです。 アメちゃん、やっぱりね、あのー、食べてる人がね、えー、結構ね、これ週によってバラつきがあるんで、やっぱりやられてるんだなと思いました。はい。えー、昨日ね、あのー、の配信、配信っていうかね、あのー、言いましたけどね、昨日のライブでも。はい。えー、昨日はね、フローのリーダーですね、フローのリーダーで、えー、まあね、プラスチックのね、 えー、まあ、園芸用品が置いてある倉庫が大火災です。はい。えー、その前は、あまあ、いろいろなね、えー、貨物、全部貨物列車です。はい。貨物列車の事故が、もうすごい連続で起きてました。で、えー、全部ね、全部ではないんでしょうけど、まあ、 ああ、いうのガイガイなね、ガスが出すようなね、そういった、あのー、なんて言うのかなー、宴ビ日に昼みたいなね、えー、そういうあのー、ものを積んでいた貨物列車がね、次々に事故ってます。はい。そして、なんと今日、 はい。今日ですね。これ、昨日になるのかなまあ、えー、これね、小鳥さんの映像なんですけど、今度はシカゴです。シカゴで何かを作ってる工場ですね。これね、工場。はい。えー、製造工場って書いてあるんですけど、何の工場かちょっといまいちわかりませんけど、お大火災です。 はい。でも、この煙の出方を見てると、えー、どうもね、あのー、科学系のものを作ってるような感じはしますね。えー、とんでもなくひどいです。はい。えー、まあ、こういうね、えー、ことで、次々にやられています。 はい。えー、多分ね、向こう側の、あの、サクッとジョーンのこれがね、やり方なんじゃないかと思います。向こう側ね、あのー、これ言っちゃうとあれなんですけど、物壊すの平気です。はい。壊すために作るような人たちです。向こうの人たちは。はい。えー、壊れたから作るんじゃなくて、壊すために作るような人たちです。彼らは。はい。えー、なので、 これね、本当にやられてると思います。はい。えー、しかもね、何度も言っているように、アメちゃんですね。アメちゃんは、あっち側の本拠地ですから。はい。えー、わかりますよね。デンのバーバーのね、あのー、空港の壁画とか見てもわかると思います。はい。あっち側の本拠地でございます。はい。えー、主だったあっち側の人たちがね、アメちゃんとか、 ああブリテンちゃんとかにね、いたりするんですよ。はい。なのでね、これ本当に、あのー、アメちゃんに住んでる方は、お気をつけてください。はい。気をつけて生活してください。えー、なんかね、本当あのー、こういうことを言うのは嫌なんですけど、N100 です。N100 のね、えー、口当て。はい。N100 の口当て、必要かもしれません。はい。 えー、そういうことです。もうこれ、とんでもないことが、いろいろ起きてますね、えー。なのでね、本当に注意してください、えー。まあ、たまにね、私の動画見てくれてる方、海外の方結構いらっしゃるんですよ。えー、なのでね、 これ、アメちゃんですね。住んでらっしゃる方がいらっしゃったら、本当に気をつけてください。N100 のね、あの、防塵のね、えー、口当てですね。あれ、買った方がいいですね。まあ、一番いいのはあ、毒のね、ガッスンガッスンのマスクなんですけど、なかなか手に入りづらいとは思います。はい。えなので、 せめてね、N100 です。N100 のね、えー、口当てをご用意ください。私、2枚持ってます。はい、N100。はい。えー、なので、えー、どうぞね、気をつけてお過ごしください。はい。えー、いつま日本でもね、こういうことがあるかわかりません。はい。えー、なのでね、わ、私たちもこう、気を抜かないでね、えー、過ごしていきましょう。はい。 今日も本当に一日お付き合いいただきありがとうございました。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。